この前ポコタンの大好きな卵ちゃんをいっぱい処分しちゃったので、今回はこちらダイソーで小型犬用卵型おもちゃを買ってみました。今回はこれどちらも100円。見る？100円でもあんまり反応変わらないね。はい、こちら卵ちゃん、ちょ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 卵ちゃんですね。こちら、おお、激しいねポコタン。さあ取ってこい。もう一つあるんだよ卵ちゃん。ポコタン、卵ちゃんそれだけじゃないんだよ。卵ちゃんそれだけじゃない、これもう一つあるの。今回のダイソーの卵ちゃんは2色展開だったんですよね。白と黄色。はい、これが真っ白ですね。そう、ポコタン。おーおーおー、すごいねすごいね。どちらも音は、まあ、そんなに大きくないですね。音が小さいからすごい助かりますね。特にこの部屋は賃貸なので、夜とかね、たまごちゃんうるさかったら遊べないんですよね。これぐらいの音だったら全然気にせず遊ぶことできますね。あれ、もういいの？ポコタン、もういいの？たまごちゃん遊ばなくていいの？いつものたまごちゃんと違うって分かっちゃった？ダイソーのたまごちゃんはダメなの？ポコタン、最初だけだったね反応が良かったの。しょうがないな。だったらダイソーの卵ちゃんじゃなくてパイレーツ卵ちゃん。パイレーツ卵ちゃん。おーおーおお、どうした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 。なんか前のめりがすごい。タグ取ってあげる、タグ取ってあげる。まずはタグを取ってあげる。パイレーツ卵ちゃん。激しい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 。指噛んでる。ポコタン指噛んでる。激しすぎるでしょ。こっちは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 ポコタン、こっちはこっちはこれこれ、こっち見て、こっちのダイソーの卵ちゃん。ポコタン、ダイソーの卵ちゃん、ダイソーの卵ちゃん、これはこれはもういいの？すごいよねポコタン。いつもすごいなって思うのはこの見分けがつくんですよね。こっちの方がいいの？パイレーツの方がいいのか？何が違うの？何が違うのこれと。おお、いた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 、指噛んでる指噛んでる。ポコタン指噛んでる。指噛んでるよ。よかったね、この間いっぱい処分しちゃったからね。新しい卵ちゃん、またどん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 増えてくんだろうねポコタン。卵ちゃん、これは最近の卵ちゃんの中では近年まれに見る興奮っぷりですね。指噛んでるんだってポコタン、指噛んでる。痛い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 、指噛んでる指噛んでる。一人ではこういうねおもちゃで遊ばないんですよね。トイプードルって基本的にはこうやって飼い主と一緒に遊ぶのが好きな犬種みたいなんですよね。一人ではあまり遊ばないんですよ。特にポコタンは一人ではほとんど遊ばないですね。ポコタン、パイレーツ卵ちゃんもういいの？もういいのポコタン。ダイソーの時と一緒で飽きるの早くない？はい、というわけで、まあまあでも今回のダイソーの卵ちゃんとこの新しいパイレーツ卵ちゃん、どちらも気に入ってはくれたみたいです。もう今は飽きちゃってぐったりしてるんですけど、またそのうち持ってきて遊んで壊すんじゃないのかなと思います。このダイソーの卵ちゃん、今もう一つは遠くにポコタンが持って行っちゃったんですけど、このクオリティで100円はすごいと思います。サイズ感もそんなに変わらないですね。このクオリティの卵ちゃんが100円で売ってるので、皆さんもぜひ一度試してみてください。もういいのか、もう疲れちゃった。疲れるの早いんだよなポコタン。疲れるのが早い。もう全然見向きもしないじゃん。